7枚出さるか。え、 7? 7って珍しいね。一発もあるよ。あーやー痛い痛い。一発で引けるからアンパーマンパーピン勘違いいやね、これね、ちょっと言おうとしたんすよ。あの4万切ってるじゃないですか。ああ、でもパーマン切ってる位置だったら結局カンチーマンはちょっともう、ね、あのちょっと読み筋に、ね、が入りますよね。うーん、こんな難しいチーマン引くなんて。あれあれあれ、7対2。はい、伊達さんもだってこれさ、トンまだあるんですよ。ありますあります。うん、9万はもうないんですけど。あ、9万ないですか。うん、おお違う、スローソなんだなんだなんだ。あ、これロース合わせてチーあるね。あ、ロース合わせないでしょ。合わせるんだ。これトン2枚ありますよ。合わせるんだ。ないかもしんないですね、もう打つ牌が。シャアは、あ、シャアがあったか。うん、トンだー。5800。これですよね、麻雀。これだよね、なんか7枚ですよ。7対2対2、まあ、これ浅見さんどう思ってんだろう。やっちゃったなと思ってんのかな。浅見は当然親はもう終わってほしかったはずですから。いやー切った、伊達さんの手が切ってるんじゃない。これ2人に任せたって感じの構えだったと思うんですけど、はい、こちらですね、伊達赤馬、テリアメンターツ2つ、シゴロなどが見えるか。いやー、7対2引き負けたか、つらいな猿川。7対2対 2だけど、はい、その2がもう今の一瞬だからね。うーん、まあ浅見からすると親の残ってる猿川の持ち点が減ったのは連チャンの中では悪い方ではないかもしれませんが。そうね、連チャンの中ではね、はい、ただもちろんね、一局でも早くオーラスまで行ってゲームを終わらせたいのは間違いないでしょう。ドラは一層、わあ、チャンスになるぞ。いや怖いね、麻雀は怖い。うん、あれだってどっちかの連目にこだわってるというか、はい、まあローソー先打たれるわけじゃない、赤、うんうん、はい。そっか、トンが結局後だもんね。いや、ただ一回パーソーを切ったじゃないですか、うんうん、次の選択がシーソーかリャンソーで悩むと思うんですね。そうですね。で、伊達はリャンソーを選んでかん、リャンカンに受けたんです、赤を使って、はい、それが理由でローソーを開けたんですよね。シーソー切ってリャンメにするとローソーチーできてないので、ね、トンポンからどうなるかっていう感じですね。やっぱり打点は絶対この局で日記上がってもみたいなね、うん、それがうまく、うん、なんていうのかな、結果まで結びついたという感じです、うん、さあ伊達赤か3万、うわー3万ですよ。6万ですか。そうですね、ローマンかキューピーに見えますね。ローマン切っていって、まずは赤馬をしっかり使える形にします。イーソーアンコってテンパイドライオンですよ、これ。お、南端切りにしなかった。南端切り位置どうでした、ションパイ。ダブなんだ、ダブなんか、ってことはもちろんチーピンを伸ばしてドラ切りリーチ、イーソー回り引いての変速待ちリーチ。うわー来ちゃう来ちゃう、親が来ちゃう。これはもう9ピンか数ピンになりそうだか、どうなんだ。数ピンかな、9ピン、 9ピンだ。まあまあね、仕掛けも効くしね。これ変、あーこれはいや、それこれはもうリーチでしょうがない気がするけどな。しょうがないね、うん、もうこれ以上のいい待ちってあんまりもうどれも同じような感じになっちゃうもんね。まあ意表ついたドラ短期ですね。あ、ごめんなさい、自敗短期、自敗短期、そうそう、うん、次多分意表ついた自敗短期でも行こうと思ってたと思うんですよ、はい、1枚切れぐらいだったら、サンソリアンソーの先制リーチです。猿川やっぱドラそばっていうのがね、少し不安材料だったか。ダーも4枚山、4枚山十分ですね。アサミはね、行きませんので、行きません、はい、うわー強い。まあ、数ピンですよね、いやさっきの借りはここで返したいですよね、猿川からすると。絶対あの7枚山が2枚に負けてしまった猿川、今回は高打点の4枚山にないないないけど、まあ、数ピンがあるよ、親の現物として残しておきたいか。数ピンか、うん、
来る。もう来る。1万現物とかになった時にね、どうするか。ただ伊達としてはこの手の形になってしまったら乱走はもう止めづらいですよね。三走も切るよ。いろいろありますよね。切りますか基本は。三走切ると思うな、うん、もうワンチャンスですもんね。切った。いや変速三面チャンス。これそろそろスチーマン結構そんな強くなかったのよ。スチーマンが、うん、スチーソーローソッカケ待ち。サルカーニノモさん6枚6対4。ほらでもね、枚数じゃないってことはさっきの曲でもうはっきりとしましたので、これでローソン1個減る6対5一発も強すぎる。6000は6100オール嘘でしょ強すぎる。枚数少なくて勝って、枚数多くて勝てば全部勝ちですからね。その通り。はい、あっという間に2番手まで来ました。M リーグの申し子と言っていいかな。でありさ、強すぎるぜ。強いね。まあ親番の何の3曲のゼロ本場しのいだの大きかったっすね、うん、本当に。うわマージャン楽しいっすよね。こうなれば楽しいだろうね。ここまでは辛かった、うん、辛いトンバを乗り越えて難波に花開いたか。伊達ありさ、今アサミを捕らえようとしてるぞ。高すぎる、良すぎる手が。あらららら、もう